本場韓国のお袋の味、辛みの中に旨味あり、韓国料理茶屋のチョン・ミジャさんの登場です。チョンさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週のテーマはまさに今が旬ですね。美味しいキノコ料理というテーマになっています。キノコを使っていろんなものを作っていきますが、今日はこちらを作ります。キノコと牛もも肉のチャプチェということで、はい、キノコたっぷりなんですよね。まあ、そうですね、はい、大人気のチャプチェの作り方はぜひ皆さんも覚えてくださいね。はい、さあ、それでは早速クッキングスタートですが、うん、キノコを今日はたくさん用意しております。はい、たくさんありますね。はい、いろんな種類が、ね、はい、この中で今日使うのはどれでしょうか。今日使うのは主役の松茸です。はい、松茸大きいでしょ。はい、大きい。チョンさん、これちょっとうちの川村さんに匂いを嗅がせてあげてもいいですか。いいんですか。いいんですか。ありがとうございます。どうですか。幸せの香りです、ね、食べたい。今日ね、これが市場で2セットしかなくて、私が1セットもらいました。はい、貴重な松茸。貴重なものなんです。ちょっと今戻しましたけど大丈夫ですか。あ、おいしい。使います。はい、もう今からやりましょう。はい、うん、松茸といろんなやつ、はい、あのキノコがあります。じゃあ最初にしましょうか。今日使うのは、はい、えのき、はい、ちょっとえのきを取りましょうね。はい、はい、おいしょ。はい、はい、うん、こっち大きい方入れますか。はい、えのき、はい、えのきを入れて、はい、はい、その他には、はい、ここしめじだけ。これはね、はい、ちょっと下を切らないといけないですね。はい、これをちょっと、はい、はい、ほぐして、しめじはほぐしておいて、はい、はい、はい、これをちょっと入れましょうか。はい、あ、違う。はい、はい、はい、舞茸です。これはもうほぐしたらいいですね。はい、もう食べやすくほぐしますので。はい、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 これでいいですね。こちらのえのき、しめじ、舞茸、そしてプラス今日は松茸をね、はい、そうです、はい、使うということですね。後からしますので、はい。はい、フライパンに、今ね、それではフライパンも入れましょう。はい、フライパンに、じゃ、ごま油に、今日はあの元はあのチャプチェにはニンニクを入れないんですが、今日はキノコがたくさん入りますので、はい、ニンニクをちょっと風味で入れました。あ、なるほど、ごま油とニンニクですね。そうですね。はい、はい、ここに、はい、キノコ入れます。はい、はい、キノコがたっぷり入りました。はい、はい、ちょっとね、これでしっかり炒めますね。はい、この段階でまず炒めるわけですね、キノコね。はい、そうですね、こうやってちょっと半にぐらいに炒めます。油をしっかり、じゃあ僕やってみましょうか。吸うように、はい、すいません、お願いします。はい、はい、はい、ここにね、人参とニラ、ここに入れましょうか。一緒に炒めましょうか。ここに4センチの長さに切った人参、うん、はい、そしてニラが入ります。ニラを入れましょう。はい、うん、はい、ここに塩コショウ。はい、あえてね、すごいシンプルですので、うん、味は、はい、はい、塩コショウですね。そのぐらいでいいと思います。はい、はい、じゃあ私はまた、あ、くず切りをしないといけないです。チャプチェ、くず切りが入ります。はい、はい、すいません、くず切りを、水を入れて、これはね、簡単にするために茹でない、茹でることを省いて、うん、こうやって、そうか、電子レンジ加熱でいくんですね。そうです、簡単にするように電子レンジ600Cで2分ぐらいにでいいですので、はい、はい、やります。はい、それは溶きますね。はい、はい、どうですか。だいぶしんなりはしてきましたけどね。はい、もうちょっとした方がいいですね。もうちょっと炒めたい。はい、はい、じゃあ炒めときましょうか、僕。うん、そうですね、はい、ちょっとひっくり返しましょう。
はい、じゃあこのぐらいでいいですね。はい、はい、もうちょっとひっくり返しながらやってください。はい、私は肉を切ります。はい、今日は牛肉も入ります。牛肉もね、同じくサイズがみんな一緒なのは綺麗に見えるし美味しく感じますので、全部大きさを揃える感じですね。そうですね、うん、はい、細切りにしていきますね。はい、本当でも食べ応えが抜群のチャプチェなんですよね。そうですね、うん、栄養もたっぷりあるし、秋ですからね、はい、キノコをいっぱい食べた方がいいですので。川本さん、チャプチェ好きですか？大好きです、はい、でも自分ではあんまり作らないです、ね、どうしてもお店で食べるイメージですよね、うん、そうですね、今度作ってみてくださいね。はい、はい、ここにキクラゲを入れます。キクラゲ、はい、キクラゲも同じ細長く切ります。はい、はい、もういいでしょうかね。これ大丈夫ですかね、はいはい、フライパンのキノコが炒まり終わりました。はい、書いてくれますか。ほい、はい、はい、今度は牛肉とキクラゲを一緒に炒めるんですよね、はい、で同じくごま油にニンニクが入ってます。はい、はい、ここにさっきお肉を入れます。なのでこうやって牛肉とキクラゲ、キノコとか別に炒めていくんですね。そうですね、やっぱり歯ごたえ、口は歯ごたえがあるじゃないですか。醤油味がいいんです、こっちは。あ、なるほど。そうです、あ、それは塩味、味が違うから別々にやってます。味付けも違うんですね。はい、チャプチェっていうものはね、みんな別々味をつけて一緒に混ぜるものがチャプチェなんです。はい、ここに醤油を入れます。はい、ここに砂糖を入れます。はい、お醤油大さじ1、砂糖小さじ2が入りました。はい、はい、青山さんすいません、はい、これも炒めてもらえますか。あ、それ炒めましょうか。はい、ごめんなさいね。はい、はい、アルチンができますだから持ってきます。はい、これを水を切りますね。くず切りのレンジが終わりました。と水を切って、はい、ここに入れます。はい、醤油を入れます。水を切ったくず切りに、はいはい、塩あの下味をつけるんです。ここに濃口醤油が小さじ1、ごま油、はい、ごま油大さじ1、これ下味ついたらね、しっかり味がつきますから。あ、なるほど、下味をつけるんですね。それ簡単にできるし、これでも下味ついたらもう簡単にできますので、うん、チャプチェはみんな別々味をつけないといけないですので、これもこれで味をつけてます。はい、持ってきましたかね。お肉もこんな感じでどうでしょう。あ、そうですね、はい、じゃあ今度前だけ切りますね。いいですか。はい、はい、松茸を切ります。松茸切ります。まな板と包丁も変えておきました。はい、ありがとうございます。松茸切り、あー、もう、うん、いきなりオンさん、包丁に迷いがないですね。僕、松茸切るとドキドキしますよ、ね。あ、そうですか。いや、本当に、一回拝んでからちょっと切りたくなるぐらいの。そうですね、もう1年1回は贅沢するために今日は贅沢の日ですね。たっぷりですね、うん、今日も本当たっぷりで一番主役ですのでね、今日は松茸をこういう風に使うのもまた贅沢ですよね。そうですよね。はい、来ました。はい、あ、できましたね。はい、お肉もできました、はい、じゃあこれちょっとフライパン変えましょうか。はい、フライパン変えましょう。はい、じゃあここに入れますね。ここに入るんですね。はい、入れます。こんなにいっぱいいっぱいをね。どうですか。はい、はい、もったいないからこれも入れようっと。お
たくさん、ほぼキノコの半分はほぼ松茸という状態になっております。本当ですね、はい、わあ。うちの番組月曜日からこんなに松茸を使って大丈夫なんでしょうか。すいません、1年1回です、ね、1年1回、ね、明日以降毎日エロキとか。はい、ここにお肉を入れます。はい、ここで全部合わせていきます、はい、もうこれで全部合わせていきますね、はい、これやっぱりでも松茸を入れると、うん、それだけ旨味というのは強くなるんですか。え、そうです。松茸がもう全部味を締めますので、うんうん、はい、松茸がない場合はどのキノコがいいですか。マイタケとか、うん、あのあれがあるんですけど、エリンギとか。エリンギね、食感がいいですよね。そうですよね、自分が好きなものを入れたらいいですので、はい、お好みのキノコで。え、そうです、はい、はい、くっつくで入れます。今日は年に一度の贅沢で松茸を入れさせていただきました、はいはい、スタッフの皆さん1人2本は大丈夫です。うわー、おいしそう。はい、あ、いいですね、もういいと思います。はい、あ、盛り付けますか。はい、じゃあ盛り付けます。はい、あ、いいですね、家でこんなに食べれたら幸せですよ ね、 ね、松茸の存在感、白いキノコが全部松茸です。はい。いましたかね、はい、はい、じゃあごまがけて、さあ仕上げに炒りごまを振りかけて、はい、はい、出来上がりました。こちらできのこと牛もも肉のチャプチェ完成です。さあ今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。今日使ったきのこはキクラゲ、えのきだけ、しめじ、まいたけ、そして松茸です。松茸はですね、まあ、やっぱりお値段張りますけど、入れると香りも豊かで、さらに全体の旨味もアップするということなんですよね。松茸をない場合はエリンギなどがおすすめとなっています。くず切りはレンジ加熱をすることで茹でる手間を省きました。炒めたものを合わせるときはですね、火を止めて混ぜてくださいね。お好きなキノコやお野菜を追加するのもおすすめです。ぜひ皆さんも作ってみてください。さあそれでは川村さん、どうぞお召し上がりください。いただきます。松茸いいですか。そうですね、はい、どうぞ。松茸いきましょう。いただきます。松茸&牛肉で、はい、はい、口に入れた瞬間、松茸の香りが広がります。おいしい。でも牛肉もしっかり醤油の味がついてて、そうです、うん、おいしいです、はい、ご飯進みそうです。これ本当、あの松茸なしでもすごくおいしいチャプチェがね、出来上がるわけですよね。はい、はい、冷めてもいいんですよね。冷めてお弁当でも大丈夫ですので、はい、お弁当のおかずにもおすすめです。はい、ぜひ皆さんも試してみてください。さあ明日は中華の第3に豆腐とキノコのオイスター煮込みを教えてもらいます。こちらもお楽しみに。チョンさん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。